大名の一存は国を火の海へと変えた。それから故郷の村を離れ、一月。道なき道を歩き続けた。時には盗賊に出くわし、ある者は病を患った。行く先々で見る光景が、戦の恐ろしさを物語っていた。夜になると、収穫できなかった畑のことを思い出す。それに家族のこと、子供たちや村に住む人々のこと、置き去りにしてきたご先祖様や村の神様には許しを請うばかり。ただ願うはあの伝説の平民の持ちたる国で、また家を建てて平和に暮らすこと。漁師たちに手を貸してもらえた。船は最後の目的地へ向かう準備ができている。大海原が旅立ちを待ち受ける。とにかく、無事にたどり着くことを祈ろう。
お目にかかり嬉しゅう存ず。これにて失礼いたす。これにて失礼いたす。お目にかかり嬉しゅう存ず。これにて失礼いたす。お目にかかり嬉しゅう存ず。これにて失礼いたす。
そなたと会うこと価値なし。さらば行け。そなたと会うこと価値なし。さらば行け。そなたと会うこと価値なし。さらば行け。
そなたと会うこと価値なし。さらば行け。お目にかかり嬉しゅう存ず。これにて失礼いたす。そなたと会うこと価値なし。さらば行け。そなたと会うこと価値なし。さらば行け。
対面でき光栄に思う。さらば。
Thank you.
うん。